しっとりで学ぶくん、片学ぶくん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちかさん、何ですか？どうですか、このコロナ、ね、まん延防止でお元気ですか？いやー、まあいろいろね、予防しながらなんとか元気でやってますけどね、うん、僕の学校もなかなか休校になったりとね、大変なんです。そうね、だから今ね、休校で自宅で今勉強頑張ってる子もいるかもしれません。博物館行ったことある？いきなり早いね。中華さん、熊本博物館行ったことある？熊本博物館は前ね、ちょっと行ったことあるけど。嘘ついた？前行ったと言ってなかった？なんかいろいろね、博物的なやつとかあったり。なんでテレビでいい人プロと嘘ついた？またいや、なんかもう流行らんよ、その嘘。行ったことないどかな、やっぱり。いやなんかあったよ。でもね、博物館いいんですよ、うん、今。いや、ほんと？そう、うん、熊本博物館今年70周年、いや、もうね、今テレビ見てるお父さんお母さん方も小学生の時とか行ってるっていう方もね、そうそういるかもしれませんね。で、いろんなイベントを企画してるそうなので、僕行ってきました。今日は熊本博物館70周年について調べなんでない。脱いでるわ。女のおばちゃんと同い年かな。いや、ちょっと上ですね。マサルくんがやってきたのは熊本城の近くにある熊本博物館。案内をしてくれるのは体育会系の人生を歩んできたため、職員との話題に困るなと密かに思っている田畑館長です。熊本博物館はどげん歴史があったね。学ぶも学ぶ。突然ですが、学ぶ君にクイズです。いきなりや。熊本博物館はこれまで2度場所を移転しています。では最初にあった場所はどこでしょう？学ぶ君にとっても身近な場所です。わかりました。どこ？僕のマスクを作ってくれたミュージアムショップのおばちゃんのご自宅前です。残念。違います。正解は熊本城の天守閣前です。熊本博物館は1952年、昭和27年に熊本城の天守閣前にあった旧第六師団司令部跡に開館しました。その後1960年に現在の花畑広場にあった熊本市官業館に、そして1978年に現在の場所に移転しました。設計者はあの世界的に有名な建築家の黒川紀章さんです。すごいことですよね。またいない。あれ、学ぶくん二度見しちゃった。館長の話が長くなりそうなので逃げ出した学ぶくんでしたが、2階展示フロアで野村さんに捕まってしまいました。止めろ止めろ。学ぶくん、熊本博物館では来月2月を熊博誕生月間として多くのイベントを企画しているんですよ。声優さんの声みたいな。イベントがあると。すごい。今回特にご紹介したイベントの一つは、小惑星探査機はやぶさ2が2020年12月に地球に投下した帰還カプセルの特別公開です。期間は2月25日から3月1日までの5日間ですが、期間中に休館日がありますので実質4日間の展示となります。また期間中、プラネタリウムでははやぶさ2のミッションを紹介する番組を投影しますよ。あともう一つご紹介したいのは、2月26日土曜日に開催予定の銅鏡のレプリカを作る工作教室です。こちらは事前申し込み制となりますので、2月16日までに熊本博物館のホームページか往復はがきでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。その他にも様々なイベントを企画していますので、詳しくは熊本博物館のホームページなどでご確認ください。来月2月4日金曜日から2月6日日曜日までの3日間は大人も子どもも入場無料の無料開館デーとします。また期間中に3回ご来館いただくとアンモナイトのプレゼントもあるんですよ。すごいな。限りがありますので、早めのご来館をおすすめします。はい、学ぶの誕生祭も企画してもらえませんか？いや、すごいですよね。はやぶさ2。
いやなかなかこうダイナミックな ねそういうものを間近で見られるなんてすごいですよね。あれやっぱり4日間しかないので、うん、気になる方はぜひですよ ね無料なんで家族で、ね、行ってもいいし、ね、2018年12月にリニューアルしてますので、はい、最近行ってないという方はだいぶ変わってますから、うん、親子3代で行くの。あ、それからプラネタリウムもいいですよね。アンモナイトくれるっていうね、また。そうそう、まあ、いろいろありますから、ぜひとも行ってください、はい、ということで皆さん、また来週です。